先生、ピーチについて知りたいんですけど。ピーチの何が知りたいのかな。例えば、なんでピーチが 0.05 で差が認められるとしているのかが今一つ理解できないです。そうなんだね。それでは今日はこのピーチについて話をしようか。はい。ただこのピーチを理解する上で、その他の統計学用語を知っておくとスムーズに理解できるから、まずは帰無仮説と対立仮説について解説するね。お願いします。まず統計の中で使用される検定の論理は、差がないことを否定することによって差があることを証明する。つまり差があることの証拠を見つけるのではなく、差がないことの証拠を見つけることを大前提としています。今なんて言いました？もう一度言うよ。統計の中で使用される検定の論理は、差がないことを否定することによって差があることを証明する。つまり差があることの証拠を見つけるのではなく、差がないことの証拠を見つけることを大前提としています。差がないことを証明するですか？うん、そうなんだ。このように逆説的に解釈するようになるんだよ。つまり差がないことが否定された、だから差があるでしょという理解になります。なんかややこしいですね。そうだね。そして統計学では差がないという仮説のことを帰無仮説と呼び、差があるという仮説のことを対立仮説と呼ぶんだね。そしてこの2つの仮説のことを仮説検定と呼んだりするよ。ピーチを理解するときに、この帰無仮説や対立仮説という用語はよく使用されるから、まずはこの用語を理解しておくといいよ。なるほど。今日はこれくらいにして終わりにしようか。はい、お疲れ様です。